ハー。激辛のチキン作ります。愛し合える激辛作ります。じゃーん。今日はですね、骨付きの鶏もも肉を贅沢に使って激辛チキンを作ります。まずはですね、鶏肉に下味をつけるんですけれども、その前にこの骨に沿ってお肉を切り開いて厚みを均一にさせておきます。めっちゃ大きくなりました。こうすることで火の通りが早くなって柔らかくジューシーに仕上がります。そしたらですね、包丁の先で刺します。はい、これで肉の下処理が OK です。続いて下味を合わせていきます。まずバットにですね、牛乳、牛乳はお肉の臭みを取って柔らかくしてくれます。そしておろしにんにく、おろし生姜、砂糖、塩、顆粒コンソメ、チリペッパー。かき混ぜてからお肉に揉み込みます。鶏肉を入れて揉み込みます。包丁の先で刺したからめっちゃ味グッと入りますよ。よし、これで揉み込みました。そうしたら冷蔵庫で30分漬け込います。30分漬け込みました。続いて別のバットに衣を作ります。まずは薄力粉、片栗粉、オールスパイス、黒胡椒、またチリペッパー。下味と衣、両方ともチリペッパーを入れることでしっかり辛いチキンになりますよ。そしたらお肉を絡めます。もう一度漬け直して汁気を切ってから衣をたっぷりとまぶします。全体にしっかりと隙間なく揉み込みます。はい、衣がしっかりとまぶされました。そしたら揚げます。こんな少ない油で揚げます。サラダ油たったの大さじ3でカリッと揚げたいと思います。まずはですね、並べたら火にかけて油を回し入れて強火で熱します。油がパチパチとしてきたら火を弱めの中火にします。弱めの中火で3分ほど揚げ焼きして、こんがりといい焼き色がついたらひっくり返します。2分経ちました。ひっくり返します。もう3分経たずしていい焼き色つきました。大さじ3の油でもちゃんとカリカリに揚がるんですよ。ひっくり返したら今度は3分弱めの中火で揚げ焼きします。次はなんと蓋しちゃいます。お肉を蒸し焼きにしないと中まで火が通らないんですよ。なので弱火にして8分ぐらい中まで火が通るまで蒸し焼きします。8分が経ちました。揚げますよ。オープン。骨のね、隙間を見てみて刺してみて赤くなければ火が通ってる証拠です。バッチリです。そしたらもう最後は強火でカリッとさせます。キッチンペーパーを放り込んで汚れを取りながら、余分な油も吸い込ませながらカリッとさせるとよりカリカリに仕上がります。カリカリが返ってきました。はい、そしたら盛り付けます。このままでも十分辛口なんですけど、チリペッパーをさらにかけて真っ赤っかにしたいと思います。わー、このね、チリペッパーの3段使い、下味にも入れ衣にも使い、さらに上から振りかける、これこそが本当の激辛チキンの出来上がりです。大さじ3の油で揚がる激辛チキンの完成。ホッ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 。はい、乾杯。ゆかちゃん、この真っ赤な辛いチキン、これ辛いの？どうぞ召し上がれ。いただきます。それおいしいね。うん、うん、ね、食べたい。どう？うん、うまい。うまいよね。うん、カリカリだ。カリカリでしょ。うん、うん、汗出てる。私辛いの得意だから刺します。うわ、辛い、辛い。でもうまい、めっちゃうまい。うん、ビール進むよ。食べ応え合う。でかい。